久々にサビトマトガエルなんですけど、めちゃくちゃ成長しました。かなりでかいです。このぐらい。裏にどうやってください。でかいです。このぐらい。もうだいたい3センチ、4センチぐらい。この個体の方がでかいです。めちゃくちゃでかいです。一番赤いのはこれ。この個体ですね。ちょっとちっちゃいですけど。多分、私有差なんじゃないですかね。なかなかね、いいカエルですよ、めちゃくちゃ。餌はまあ大体コオロギとかトローチに餌をあげることが多いですけど、練り餌も食べるんですけど、ちょっとあんまり食べるのが上手じゃないんで、僕は虫をあげるようにしてます。その方がまあ楽っすね、何より。こんな感じで普通にピンセットから食べるんで、まあ楽です。ある程度餌の量もコントロールできますけど、でもこんだけ成長差が開いてますね、不思議と。なんでこいつだけでかかった。トンネルもちゃんと使ってくれてますね。結構いい隠れ家になってるみたいです。こういう風にトンネル掘ったり、あとは土に潜ったりしてますね。非常に飼いやすいカエルだと思います。あと1匹どこかな。あと1匹で、水入れに水を入れてるだけですね。床材には別に特に水とか入れてないんですけど、勝手にこうカエルが水入れに入ると水入れが溢れて、周りの植物にも水があげれるって感じですね。しっかりこうポトスとカラテアが入ってるんですけど、両方青々としてます。こういう感じで、まあ、適当に水を足すっていう感じで管理してます。あとは糞を取って餌を、まあ、餌はだいたい2日に1回ぐらいですかね。そんな感じでもまあ十分どんどん大きくなります。で、今4匹をこのレプテリア30ローで買ってるんですけど、ちょっともう手狭ですね、はっきり言って。なんでまあ底面積 30×30×45 のやつがいいんじゃないですかね。意外とそのツノガエルと違って動くんで、割と広い環境で飼っても楽しいと思います。なかなかね、こう表情があって、ね、いいカエルだと思いますよ。結構このよう憎んだ目をしてて、僕はすごいハマってるんですけど、このカエル。結構顔つきも一匹一匹違うんですよね。なかなか面白い。いいカエルですよ。ただなんか毒が強いらしいんで、結構多頭飼育の時に、ね、毒出すとバーって一気に死ぬことがあるみたいです。それだけはまあ注意した方がいいと思います。あとまあ触った後手洗ってって感じじゃないですかね。今餌食べた。